去年12月大阪北の繁華街北新地のビルから出火した。火元となったのは診療内科クリニックだった。煙のあのね。量がすごかったですから、かなりの勢いで上まで上がったんじゃないですかね。煙が。現場でガソリンをまいて放火したとされる。谷本盛雄容疑者火災の後、病院に搬送されたが、およそ2週間後に死亡した。 警察は今日谷本容疑者をクリニックにいた患者ら26人を殺害した疑いで書類送検した犯行の動機は一体何だったのかある捜査関係者はこう指摘している谷本のスマートフォンには交友うう関係を示す連絡先はなかった銀行口座の残高もゼロ仕事もなく生活が困窮し 社会からの孤立を深める中で自暴自棄に陥っていったのではないだろうか人を殺して自分も死ぬ犯罪心理学では拡大自殺とも分析されているがその犯行動機などはつかみきれていないのが実態だ今年1月 北新地のの事件現場を一人の女性が訪れた関西に住む A さん発達障害を患っていて10代の頃周囲から理解されずに苦しんだ経験があった。 人の何倍もも頑張っててなななかなかできなくてで当時は発達障害という概念もまだ広まってなくてわがままとかやる気がないとかそういう見方をずっとされてるうちに親とか学校とか外来になってでそこからどんどん歪んでいって健常者が恨めしいって思ってました。 小学生から高校生までの間、同級生から冷たい言葉を浴びせられるなど、集団生活になじめず、孤立していいたという自分を責めてたら持たないんですよ、気持ちが。他人を恨むことで、心を保っていたのかな、自分を守るために、人を殺しとか、そこまでは考えてなかったんですけど。 田んぼの犬に火をつけてあたり一年燃やしてやるとかそういうことを考えてたから A さんは故郷を離れ関西へ移住しそれがきっかけで友人ができたり病気への理解も進んだことから自暴自棄からは脱したしかし北新地の事件を知った時もしかしたら自分がと考えてしまったという 谷本容疑者は特殊な事例で絶対ありえないって思う人も多いと思うんですけど私は人の良心ってそんなに頑丈なものじゃないと思ってて苦しいことがたくさん重なったりすると案外簡単にぺちゃんこになってしまうことはありえると思ってて。自分とグラデーションを 全く違う場所にいる人ではなくてグラデーションの地続きにいる存在だと思いました A さんが語った周囲からの攻撃や孤立それに反発することが大量殺人のトリガーになるということなのか<ー>取材班は さらに犯罪心理に迫るために東京・歌舞伎町を訪れたこの町でかつて大量殺人を実行しようとした人がいた現秀森さん65歳およそ20年前貸金業などの事業を展開し1年で20億円を稼ぐなど派手な生活を送っていたこれがその時のやな。 しかし当時ある宣告を受けたという今となっては特別な病ではないが当時は知識がなく HIV 感染と聞くと絶望感にさいなまれたという寝ても覚めても1分1秒でも死ぬ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 ,死ぬと毎日でもう。 呪文のよううに聞こえるんやかからもうそれしかないわけや何を見ても楽しくもないし世の中がどういうのモノトーンに見えるし笑い声が嫌に刺さるしとかよ泣いていく自分がつらい言うんか当時はや、ね、でだからどっかにエネルギーを持っていくとだから福祉所ってていいううところろに燃えていくんやろうな源さんは死を覚悟し当時恨みがあった5人を道連れにしようと計画した。 しかしほどなくして感染していなかったことがわかり計画を中止したというこれを分かっててめえのバカさかげが分かんねえなんやねえお前はと死ぬ言ったらこれかいと一週間ぐらい自暴自棄じゃなく呆然自失ってやつや金儲けしか考えてこなかった人生

これまで5万人への支援を通して、自殺や犯罪を食い止めようと活動してきた。引きこもりだった男性に手を差し伸べると、この問題、解決できないなら、俺は殺しますよ。殺害予告なんで。唐突にこんなメッセージが来ても、理解できないと突き放さず、社会全体でどう支援するか、

支援や相談の窓口は多く開いていると思うんですけれどもそこにたどり着かない一軍があの攻撃的な行動で社会にアピールするというパターンになってしまっていると思うんですね。社会的な孤立や親密な方との関係が遮断されているような方がいらしたらあの何か支援の手を差し伸べるとかあるいは関係性を構築しするような。あの 取り組みをするという方法はあるかもしれません今回の谷本容疑者については自分の境遇自体への不満があるでその中であの多敵的になって誰かを巻き込んで殺したいというようなそういった申請が考えられます今回の事件のような予備軍となる人たちが一定数はいると思います 地域社会の中で孤立し悩む人から目をを背けず手を差し伸べる容易ではないがそれが事件を防ぐ最初の一歩ではないだろうか。